私のバースデーライブ。準備は全部整っています。あとは本番にぶつけるだけ。私の感謝の気持ち表現できていましたか？お誕生日おめでとう！しっかりしてる琴葉ちゃんにいつも助けてもらってるよ。今日はしっかり楽しんでね。琴葉ちゃんってたまに頑張りすぎちゃうからそこだけ心配。あんまり気負わないで適度に力を抜いてね。二人ともありがとうございます。私のことこんなに気にしてくれるなんて嬉しいな。これは何でも言うこと聞くけん。え？いいんですか？何でもって、どうしよう。